メイク終わりました。はい、終わりました。今日は2人とも、ね、そろそろ本番ですね。なんとじゃーん、じゃん、サシティ、サシティです。いただきました。かわいい、サシネイル、すごい黄色に塗ったの、塗りました、上手。はい、いや楽しみですね、緊張する。そう、頑張ります。呼んでいただけて嬉しいです。泣きますか？まだ泣きません。おお、宣言。絶対泣く、泣きません。いいの、でっかい早、でっかい早。ありがとう。もうリハからみんな泣いてたもんね、結構 HKT のメンバー。本当に思い出写真とか出てくるから。あ、そうなんだ。演出がもう全部、楽しみ、見てよ、モニターで。多分なんですけど、さく、うん、ちゃんとなこと、うん、ハルッピさんのなんかスポットライトみたいなのがあって、あ、ね、そこだけ明るく照らして、あの、あ、今気に入った。そう、演出やばくて、もう頑張ります。泣ける。みんなで見送ります。回しました。こんにちは、やっほー、サシさん。今何月でしょうか？袴ですよ。袴4月。12月。あ、え、卒業式だから。ひなた緑やった。光は明かりっぽい。じゃあ、ちはやふる。あ、見てください。リミタン。恥ずかしい。リミタン結構大人っぽい紫。ここが、あの、ここがおすすめです。あ、確かに。確かに。ひなたもここな水玉やね。すごい。でもさ、リミタン今日冬くも紫やった。イエス。紫が好きなんだ。ハッシュタグ好きなんだ。ハッシュタグ好きなんだ。頑張るでい。増えてた。増えてた。イエーイ。もう今3時45分ぐらい。ただいまの時刻。もうあと1時間ぐらいで始まっちゃいます。みんなでこの卒業式みたいな袴をね、女の子たちが。初袴でしたやか。え、本当？はい。あ、私も来たことなかったわ。本当。あ、でもあの撮影とかでは来たことあるけど。でもなんか袴です。いや、オープニング袴ってすごいよ。すごいですよね。本当にすごい。どうなるんだろう。うん、だって HKT 全員博多着てる。博多じゃなくて袴です。袴です、はい、袴着てるから、すごい、みんな豪華だし、みんな可愛いし、いや本当にお花でかいし。そう、でかいね。めっちゃでかいんですよ。でかい。なんかもうあと1時間でもう始まっちゃって、なんか寂しいけど楽しみだけど寂しい、ね、寂しいけど楽しみだけど寂しいけど、うん、でも昨日あんなに雨降ってたのにさ、今日虹が出るくらい晴れてたからさ、寝てたんでしょ。だからあれ見損ねたんです。私もう2個虹見たよ。え、なんか輪っかになってるのと普通の虹。 え、いいな。で、本当に指原さんってすごいなと思って、もうパワーですね。本当に神様にも認められてる人なんだなと思って、すごいなって思って。さすが、私たちも頑張りたいと思います。雨吹き飛ばすようなね。頑張ります。イエイ、バイバーイ。バイバーイ。行こう。あ、始めました。もうすぐ本番です。番です。最後に一言、サシさん大好きです。ちょっと待って。個人的に差し上げます。見どころは、あ、見どころ、おなちゃんどうですか、見どころは。見どころ、やっぱりこの衣装ですかね。おー、確かに。これってなんかすごい、うん、スナブさんが言ってたんですけど、うん、どこグループをやったことがないです。苦しい。あ、そうなんだ。苦しい。袴初めてだって、グループで。そうなんだ、めちゃめちゃ好き、私この袴。嬉しいです。なんかさ、それぞれさ、人に合いすぎてない？ピンク。すごい、そう、ピンクだし、小田も赤似合うし。嬉しい。めちゃ似合ってる。私も結構和じゃん、和柄好きだから。なんかさ、嬉しくてさ、まあ、ルンルンの気分で楽屋帰ったんだけどさ、5期生の中でこんな明るい色の子いなくて。一番明るい。一番明るかった。先輩なのに。頑張ります。頑張ります。荷物まとめなきゃね。行きまーす。あ、じゃあなんかりのちゃん一言。一言ですか？あと半年したら飲めるようになるので一緒に飲みましょう。いいな。行くわ、あと3年後。若い。若い。じゃあ行ってきまーす。行ってきまーす。岡田奈々です。カイコカーです。今絶賛シャラさんの卒業コンサート満載中です。どうですか、初めてでしょ、こんな大きいコンサート出れるの。ね、今回あの STU 枠で私たち2人選ばれたというか、あのシャラさんに呼んでいただいたんですけど、私はラブトリップとハロウィンナイト、ハロウィンナイト出させてもらって一緒に歌うことができました。初めてさ、
ココあれでしょ、あの円形でくるくる回るこのタワーみたいに乗って興奮してたよね。めっちゃ危なかった。落ちると思った、落ちると思った、落ちなかったね。でもだって風とか吹いてた。大丈夫大丈夫、楽しかった、楽しかった、とてもだったね。あ、萌ちゃん来て、萌ちゃんプロリンパ登場の仕方よ。萌ちゃんです。三兄弟です。三兄弟、ショートカット三兄弟、最高。萌ちゃんが一番可愛い。そうだね、萌ちゃんが一番可愛いって。あーとか、あーコンサート終わりました。脱ぎ払しましたね。すごい長い一日だけど、あっという間でした。なんかさ、一回泣き出したら一瞬じゃなかった？すごい。それでは寂しいな。コンサートの DVD を何度も見て、今日の日のことを何度も思い出しながら、また何度もみんなで泣きながらもみんなで頑張りたいと思います。こんにちは。終わりました。寂しかったですね。でも、さしさんが新公演の歌詞を書くまでは、そう、HKT の LINE グループは抜けないって言ってたので、嬉しい。いっぱい LINE し合いましょうね。これやろう。そしたら皆さんに一言、じゃあ一言で3人で会うと思うやつ。分かった。せー、一言で3人で会う。でも、一言やろ、うん、一言、どういう一言。いやもう、さっしー、なになに、分かった、せー、さっしーね。 OK、 どっちどっち、さっしー、さっしー、なになに、うん、OK、 じゃあ、せーの、またね。じゃあ、さっしーって言って。さっしー、大好き。おーイエーイ。わさやちゃんが、ナマステ。さやちゃん、さっしーさーん、さっしーさーん、やめないでください。もうやめちゃった。せーの、ダーン、買いました。イエーイ。以上です。じゃあ私はニャンニャンマーケット、あ、小島さんで、はい、でも私は T シャツはあります。もちろん買いました。こっちは買いました。皆さんは、ね、使いやすくてね、あのシンプルなデザインで普段も使えるっていうのが、普段使いができる、おすすめしたいところです。あ、ポイントですね。他には、他にはですね、あのこのお星様のスターっていう、最初からのスターじゃないですか。あ、なるほど。っていう意味を込められていると私は思うんです。他にはあと、あの黄色で、あの黄色、セジュンさんのカラーで。あ、そうですか、はい、そこですね。いや、帽子の、はい、あの需要、いや、なんかこの帽子にしかないいいところなど、この帽子にしかないいいところはですね、あの、日焼け防止帽子で、日焼け防止、なんつって。あ、待って終わりました。終わりました。悲しい。よくなる。おー、やだ。ネイル黄色、黄色、イエー、黄色、はい、一緒、黄色。りのちゃん悲しいね。じゃあ今日一番明日からなんだよ、もう。え、そうだよ、明日からも一緒にいないんだよ。もういないの？本当だよ。ない、そんなことない。もう一応いないんだよ。いないよ。どうしよう。悲しくなっちゃう、またゴミ取った今悲しくなりますね。本当なんかどっかに回ってるんだ。そうですね、どこで一番泣きましたか？いつだってそばにいる前にみんなにさ話してくれたじゃん。もうそれでもう爆発した、ね、もうみんなジュルジュルでしたよね。わかった。悲しい。裏で泣きすぎても表出た頃にはもう顔涙が出れない。もうみんな枯れてます。水分がないからもうジャキジャキでしたよね、うん、やばかった。メイキング見てもらえればいいな。
確かに悲しい、なんかもう頭回んない。てかさっしーさんすごくないですか、前日深夜までリハやって、ね、今日も一日ずっとやってるんですよ。体力すごいですよね。ルナちゃんがいなくなっても大丈夫なように HKT、まあ、今すぐに HKT のみんなでルナちゃんを埋めますっていうことはできないかもなんですけど、徐々に徐々に一人一人役割をね、ちゃんとやって頑張りたいと思います。 HKT をこれからもね、みんなが愛してくれるようなグループになればいいなと思います。頑張ろうね。悲しい。で、本当にいなくなるって分かんない。分かんない、分かんない、嘘めっちゃ本当にやばい、ドッキリ盛大な。これから多分、うん、たまに悲しくなって泣いちゃうやつ、悲しい。何これ、共感したバイ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 。